ハリヒロ夫婦。食べて。スタンプノートにします。道の駅のね、スタンプラリー。道の駅じゃなくてもそれ以外。グルメガイド。おー、うまく押してたんじゃない。超うまいんじゃない。西高がこの辺、あ、ドンキ、あ、じゃあ北向き観音めっちゃ近いわ。いつもあのドンキのところ曲がっていくの。日本一周旅、本日1日目です。朝起きて、ご飯食べて、必要なもの買い出しして、カインズとダイソーに買い物に行きました。で、今お昼ご飯を買ったので、ここでお昼ご飯は食べてから、この後、安曇野市だっけ、安曇野市の大王わさびの湯に行きます。じゃあご飯食べよう。はい、天まぶし飯、うん、めっちゃ美味しいわ。これセカンドで2番目でうまいかも。1番だね。セブンイレブンの天まぶし飯、うめぇ。めちゃくちゃ広いわ。在宅の医療、寒さをこらえてください。わさびを添えて生身の魚を刺身にして食べるようになるのは何時代でしょう。江戸時代。知らない。室町時代。この辺に押していい？この辺でも、うん、真ん中じゃなくてもいい？おお。もう少し。わさびは水が命。わさび白桃酒粕だって。
こ行きたい。大大久保。大大窟やな。大大窟。スプリンクラーで水出すんだな。素敵やね。洞窟あるよ、わかる。乱れた。もう帰るわ言うて一人が、うん、あじゃあ俺も帰るわ言うて。じゃあまだ4人残ってるからまだ残ってもええな言うて。わさび乗ってないやつにする。本わさび。うん。はい、わさびソフト450円でございます。こちらわさびソフトです。ありがとうございます。本わさびソフトです。食べれる。なんか後味わさび。辛い？辛くない。そっちくんかい。うん、後にわさびちょっとある。辛くない。辛くない。食リポして。まず食べた瞬間の感想よね。冷たい。それでいいの。ミルクって思ったら、後からなんかスーって感じ。春はあの寿司とかわさび食べられないけど食べられる。じゃあさ、これた、倒しちゃった方がさ、わさびのさ、畑に飛び込もう。あかんわね。イエーイ。はい、今晩過ごす、風穴の里という道の駅に着きました。明日朝、この近くの上高地に行こうと思うのでこちらでちょっと一晩過ごしたいと思います。はい、もうお腹が空いて限界なので夕ご飯の準備をしていきたいと思います。はい、よいしょ。はい、この大きいところが食材とか入ってるので開けます。開けます。オープン。オープン。今日はねまだ初日だからちょっと簡単にということでおせんべいと違うパスタですね。パスタにしたいと思います。パスタ2つといえばパスタなんでね。足置きがここに見つけたらさ天才じゃない。温める。あれ消えた。もう一回つけて。ライト。あ、消えた。なんで？落ちた？落ちたん？違うんじゃない？電気いっぱい使いすぎた。ブルーのが使いませんでした。悲しい。悲しすぎるよ。確認しろよって感じだよね。
マジで。ブルーノを乗っけて旅するのがね。そう、ブルーノで鍋もできるし、パスタもできるし、焼肉もできるし、最高じゃんと思ってブルーノ持ってこうと思ったら、もうあのポータブル電源の最大出力電源を超えてました。エコフローを買った時もあんまりそういうの気にしてなかったよ ね。そういうのがあるとか。どうされました？ちょっともう立て続けに事件が起こりすぎてこれは立ち直れない、なかなか。何があったかっていうと、一旦トイレ行こうっつって外出て出ようとして、そういえばさっき食事前に料理する前に残りの充電何パーだったかなっていうのを確認して、いくつだって 86% ぐらいあったと思うんですよ、うん、で料理して飯食って、どれくらい減ったかなって見たら 1% でした。 85% も使ってる。 1% どうする、携帯の充電もしてないし、モバイルバッテリー、携帯用の持ち運びのモバイルバッテリーの充電もしてない。で明日上高地行こうとしてる。どうする、絶望。今後としては一旦もう IH はやめる。実家にタフマルを置いてるから、タフマルをとりあえず取ってきて、料理はガス他電気っていう風にしないと、てかもうほぼそれ以外選択肢がない。このガスコンロで料理して、うん、他の生活は電気使う。はい、で、まあ、今後はそれでいけるとして、問題は今日です。そう、今日明日で、今日明日ので言うと、もう明日上高地に行こうとしてもう近くまで来てる。選択としては、まあ、上高地を諦めるか、そう、上高地を諦める、走行充電で充電を貯める、夜だけど、うん、今から、まあ、1時間ぐらい走ってポータブルに電源貯めるか、近くのコンセントをがあるネットカフェとかに、近くって言っても40分とか、そう、片道40分が近く地獄地獄と2人で相談した結果、快活に行って、快活でポータブル電源充電することにしました。楽しいね。楽しいね別にいいもんね。いいんだよ別に、もう誰にも迷惑かけないし、そうそうそう、自分たちがつれーっていうだけなのか、そうそう、まあこれも思い出なのね、うん、なんかとりあえず一番恥ずかしいのが、おい大丈夫かってずっと言ってたお母ちゃんのとこに一回帰るちゃんと決めてるようで決めてなかったのかな。決めてるようで、まあ爪の甘さはいつもだよ。いつもだよね、それが私たち、ある何も考えてない、知識がない、疲労即決しがち